3年までプロップ忘れちゃった。さ何やってるんですか。志望さん志望さんプロップ忘れちゃった。勝手に開けちゃっていいのかな。まあ開けちゃうけど、撮影始まる前に設定しないとこれですね多分ね。あ、下高明のプロポー借りますわ。マジ命救われた。よかった。ちょっと今日はガガさんにこの下エディションをプレゼントしたいと思うんで、今からちょっと行きたいと思います。もうやっと、はい、プレゼントできるんでちょっと行きましょう。喜んでくれるといいんですよね。ちょっと声かけます。高橋さん、これも絶対最初わかんない。高橋さん、ちょっと今日プレゼント何ですか。まあ、誕生日だった。大したもんじゃないですよ。大したもんじゃないですか。なんですか。この下って書いてあるちょっとエンズンを持ってきましたけど。何ですかこれ。え？この。いやいや。下エディションですか。はい。え、これですか。プレゼント。嘘でしょ。今日ラッキーじゃん。ラッキー。ありがとうございます。ラッキーじゃない。竹雄さんじゃないんですよ。え、前言った冗談じゃなくて。冗談じゃなくて。はい。嘘でしょ。はい。本当に？はい、用意しました。まあでもこの間言ってたもんね、動画の時にね。なんとかしますって言ったんで、なんとかしました。マジっすか。はい。え、あの前使ったやつじゃなくて。いや、違いますよ。もうピッカピカですよ。マジっすか。ピッカピカですよ。いいなぁ。いや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 、これ。こんな、いや、でもね、この間ね、うん、もう散々テストしてたら、多分ヘッド変えて渡してくる。いや。ピッカピカなんで、これ。ピッカピカ。そうでしょ？僕のよりもピッカピカなんで。はい、1年生なんだ。いやえ、いいんですか。僕いやもう喜んでくれればと思ってちょっと。いやそれは嬉しすぎるけど、あの視聴者さんは許してくれますかってこれ。そこは僕はちょっと思いますよ。え、皆さんこれせっかくなら、うん、来週レースのやつか、うん、あのピコで行こうと思ったんですけど、うん、マイヒーター乗せ帰る。いやこれ使いたいっすか。ぜひいいんですか。はい、本当ですか。女子も決定ですね。これいやりますか。じゃあよかったら、うん、あ、じゃあ今日の撮影なんですけど、うん、マジこれ本当に大事です。あ、もちろん、はい、そのために持ってきたの。あとで請求書とか来ないです。行かないと思います。本当ですか。大丈夫です。じゃあこれ積み替えて、うん、はい、レースに向けて調整とか。いいじゃん、そんな撮影でもいいですか。いいですこれじゃあとりあえず鳴らしから。いや、奈良市も僕がほぼできている仕事で持ってきました。え、嘘でしょ。はい、完成コメント。だから言ってんじゃん。完成コメント。散々テスト。いや、違う。それでヘッドを入れ替えて。ちゃんとやってますから。ペラ鳴らしとかじゃなくて。いや、もう僕の場合実装なんですよ。もう中にもう紙入ってるんですけど、ちゃんともう鳴らした。何？いい人キャンペーンやろうとしてる。キャンペーン中です。いや、あんまりキャンペーンできない。ちょっとやばくない。本当にこれは、はい、もう超特別です。え、じゃあ恥ずかしい走り見せれないじゃないですか、これ。やばい、やっぱね、連覇してもらうためにね、45歳もね、連覇してもらうためにね。いやいや、それはもうちょっと、いや、そんな、いいですか、これちょっと、視聴者さんに申し訳ないんで、ここ使わなくていいですか、これ。いや、それじゃダメじゃないですか、これは。使ってもらうためにも。マジですか。はい、いやー、めっちゃ嬉しい。じゃあ、あとは何、はい、走ればいいって。そうですね。ある程度、はい、走るところからやって、そうですね。で、まあ、じゃあクラッチ合わせて、調整するという形で。はい、だクラッチの方も、僕と同じようにしてもらっていけば、うん、多分だと思うんで。だから、そのクラッチ調整は、うまくこう、合わせていってやりましょう。お客さん、申し訳ないね。じゃあ、まあまあ、ちょっと先を越されたから。いやいや、嬉しい。これですか。いや、それダメだから。さっきなんか僕のために一応用意してるから。目の前にあるから、そういう新車だから、秋尾さんの。いや、でも、いいですよ。新車逆にあげるんで。いや、大丈夫です。大丈夫です。じゃあ、ちょっと、はい、早速、ちょっと積んでください。はい。めっちゃ積んで、はい、やってみましょう。いや、嬉しい。急展開ですよ。急展開です。いや、急展開。嬉しい。じゃあ、準備の方で。はい、じゃあ、ちょっと、お願いします。はい、お願いします。お願いします。お願いします。下さん鳴らしてくれたんだって。やばいよね。なかなかないですね。
メガブネクさん。メイクさんと、はい、キメロディーです。はい、よろしくお願いします。はい。今日どんな感じにしたいですか？今日どんな感じに。今日はね、あの、はい、マリオの、はい、キノピオ風にいいです。あ、なるほど。お似合いになられそうですね。ありがとうございます。丸い感じなんで、こう。はい、僕あの、はい、全国の地球メロディーファンに怒られますから大丈夫ですこれあれですよ、僕の後もちゃんと三浦さんやってくださいよ。もちろんもちろん全員やります。全員三浦さんの前髪こうストレートになるんですか？あります。インフィニティのヘアメイクさんと。なんでお願いします。そうですよね三浦さん。あ、そういう話になってるんですね。わかりました。ありがとうございます。これあれですね、ラジコンチャンネルに新しい風が完全に生まれてますね。もうキノピオになりました。なってきてる。なんかあ、原さんどうですか？いや、いいんじゃないですか。ほら、ちょっと待って、原さん見てください。こうやってね、前髪をすごいちょっとくるんってきたもん。はい、ほら、可愛くないですか？めっちゃ可愛いですよちょっと流しますよ、これ。で流しますよ、これ。皆さん、今日はどんな感じにインスタイですか？今日、はい、俺やったことないもん、アイロンなんて。でも、いけてる。おじさん、みんなが 鼻の下を伸ばすシリーズということで、うん、僕は勘弁してもらってます。わかりました、はい、イメージがありますからね。原さんのイメージなんですよ。下先生、下先生いきましょうか。これはめっちゃいいやつなんで、そうなの、頭なんです。これマジいいやつです。あのリファっていう美顔器知らないですか？あれ、してる。あれです。あれなの？あのメーカーのやつ。はい。むちゃくちゃ言って。かわいいです。変わった？あ、変わった。変わった。ちょっと、ね、これってやっぱ良くなってるんですよね。すごい可愛くなってます。この後撮影だからね、ちゃんと。これでいつ撮ったか分かっちゃうよね。ありがとうございます。ご飯食べていいですか？頑張って。ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。メガブネクさん。いつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またツイッター、インスタ、フェイスブックもやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。